大きい一年生と小さな二年生は古田たる日の児童文学作品である。1970年に改正者から出版された。差し絵は中山正美が担当した。舞台は原作者の古田が実際に在住していた東京都東久留米市としている。日本国内での累計発行部数は2010年10月現在で136万部。2014年に アニメ映画化された。テレビでは、読売テレビにて放送された。体は大きいけれど気が弱い小学1年生の男子、マサヤと、逆に小さいけど気の強い小学2年生の女子、アキリオ。いつも通学路では、カラスが舞う暗がりな坂道を怖がるマサヤのために、アキヨオは手をつないで歩いてくれた。そんな彼女を頼もしく思うマサヤだったが、ある日マサヤは、 いつもと違って泣いている秋代の姿を見てしまう。彼女が好きだという蛍袋の花を摘んで持ってきたところ、絡んできた上級生に踏みにじられてしまったのだ。マサヤは秋代を元気づけようという気を振り絞り、蛍袋の花が数多く咲いているという一本杉の森へ行くことを決心する。アニメ未来2014出品作として2014年3月1日に公開。 監督は、ドラえもんの長編映画シリーズや、宇宙兄弟などを手掛けた、渡辺歩美。渡辺は幼い頃読んだ原作に感動し、いつか、アニメ化したいと考えていたという。本作は渡辺に加え、キャラクターデザインが渡辺と共に、ドラえもんなどを手掛けてきた、金子静江、プロデューサーは、殿崎誠というメンバーに加え、アニメーション制作に a 1 p i c t u r と、 宇宙兄弟のメインスタッフが中心となっている。また、挿入曲としてアントニンド・ドヴォルザークのユーモレスク編と蝶々が使用されており、作中の随所で流れる。ありがとうございます。